こんな感じです。美味しそうでしょう。はい、おはようございます。今日は焼きおにぎり作っていきます。味噌味でフライパンで作っていきます。じゃあ、やっていきます。まずこれ、冷凍ご飯です。これ、チンして温かくしていきます。はい、温めました。器に入れます。よっと。はい、こんな感じで器に入れました。そしたらですね、鰹節です。だいぶ使っちゃってますけど。パラパラっと。こんな感じですね。こんぐらいでいいかな。うん、はい。そしたら醤油。醤油もちょろちょろって感じ。ちょろちょろっと。こんな感じですね。はい。ご飯にちょっと色がつく程度。そしたらおにぎりにしていきます。ラップに乗せちゃいます。じゃん。はい。そしたらラップでおにぎりの形にしていきます。グッと握っていきます。これ焼きおにぎりなんでちょっと強めに握ってください。あんまりほわっとやると焼いてる時に崩れてくるんで結構力入れて握ってください。なんか随分不格好な。そしたらこの面が平らになるようにフライパンで焼くんで、平らになってないとうまく焼けないです。こんな感じです。もうちょい。はい、こんな感じでできました。そしたら焼いていきます。火弱火でやっていきます。ちょっとパチパチ言ってきました。まだ柔らかいんで、もうちょっと焼いていきます。フライパンに押し付けるようにして焼いていってください。焼いてる間に味噌、おにぎりに塗る味噌作っていきます。これだと硬いんで、醤油で柔らかくしていきます。醤油入れます。これだとちょっと硬いんで、もうちょっと柔らかくなるまで醤油入れます。こんなもんかな？もうちょいかな？塗りやすい柔らかさにしていきます。もうちょっとだけ醤油入れます。こんな感じですね。味噌のゆるさはこんな感じです。ポトポトポトっと落ちるぐらい。これ焼けたらおにぎりに塗っていきます。はい、見てみます。こんな感じでいい色になりました。パリパリ焼けてると思います。そしたらひっくり返します。ちょっと下平らになるように押し付けながら反対側も焼いてきます。はい、見てみます。はい、こっち側も美味しそうに焼けてきてます。そしたら、味噌塗ります。この時ですね、フライパン熱いとあっという間に焦げちゃうんで、一回冷まします。熱っ！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 火止めて1分ぐらい経ちます。どのぐらい熱いかやってみますね。あ、もう大丈夫かな。水が跳ねないようであれば、見える？こんな感じで。そしたら味噌塗っていきます。塗ります。こんな感じですね。はい、そしたらフライパンにひっくり返して焼いていきます。こっち側も味噌塗っていきます。これで少し火つけて焼いていきます。焦げる前に終わります。ね、まだ焦げてないです。これ焦げるの早いんで気をつけてください。
あ、ほら、もう焦げてきちゃう。火止めました。フライパンの余熱でいきます。はい、こんな感じでいいと思います。はい。味噌焼きおにぎりの完成です。わー。こんな感じです。美味しそうでしょう。はい。ちょっと熱いんで、冷ましたら食べますね。はい、じゃあ食べてみます。いただきます。うん、美味しい。味噌の味が最高ですね。パリパリの音が聞こえるかどうかわかんないですけど、美味しいです。パリパリです。あー、美味しい。外側の味噌が香ばしく焼けて非常に美味しいです。中はちょっと鰹節が入ってる感じ。いい感じでできてます。非常に簡単にできますんで、ぜひやってみてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。